韓国への投資が激減韓国の中央日報によりますと、韓国に対する上半期の外国人直接投資の金額が、昨年の上半期に比べて到着ベースでほぼ半減していることが明らかになりました。日本からの投資は51.2%減少、アメリカからの投資は65.8%減少、EU からの投資は12.5%減少。 中国からの投資は90%減少とされております。現在、韓国政府は様々な問題を引き起こしており、韓国政府によって貿易や経済問題に対して対応がほとんど取られていないという事態が続いてしまっております。 今後も韓国の文在政権が続く限り、このような危険な状態は続いてしまうでしょう。日本政府には、韓国政府の実態について、日本企業や海外の企業に対し、説明を行っていただき、これ以上、被害が拡大しないように、対策を取っていただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。